Thank you.
なんだ。寒いな。何が起きてる？ここから出る方法があるはずだ。出られると
ただの幻か。いや、あれは何だったんだ。あれは本物か、ただの想像か。落ち着くな。
ギッド、起きてるか？寝てる暇なんてないわ。何かあった？リリーが生きてるなんて信じられん。あの火事は。リリーは死んだりしてない。もう分かってるでしょ。それは俺の頭と長年見てきた悪夢に言ってくれ。なぜリリーを選んだ？世界中にいる子供の中からなぜ娘を。答えられないわセバスチャン。リリーは私が入る前にさらわれている。偶然なんて信じないでしょうけど、理由があると思うのはあってほしいと思っているからかもね。知ってるはずよ。特別な理由もなく起きてしまう事件もある。運悪くその時その場所に居合わせただけ。いや、そうは思わない。とにかくあの火事のことは忘れてセバスチャン。あれはあなたのせいじゃない。そしてリリーも失ったりしてない。それを忘れないで。ありがとな。私のそばを離れたくないようね。
こう邪魔ばかりされていてはマニキュアも塗れないわ。